までにやってみる。イワシ挟んだのがあるよ。つぶがい。ひろきちゃん、私の美人ジャケ取ってくる。一人前。いつもお願いします。ね、命だから。これは何の料理になるんですか？いいだこ煮付けです。煮付けになるんですか、はい、朝が大変ですよね。朝からね、夜までね。そうですよ、うん、簡単に思われても困りますね。そうそう、もうちょっとしてみます。食べます。イワシのつみれ。大根とかね。お惣菜人気ですよね。暑いよ。はい。暑いよ。はい。ゆでだちはね、なかなかこういう皮が取れないんですよ。10本。昔からこんな大きいタコ天だったんですか？ん？タコ？タコ。いつもしてる。いつもそうですか？うん。もう私も仕入れに、一人で行きよって、店長がまだいない時もずっと40年ぐらい行ったんです。40年ぐらい？で、それ仕入れてきてね。お母さん一人で？うん。やる。全部ね、私が考えていろんなものをね、作るようにして。店長に引き継いでるんですよ、これもお母さん考えたんですか？全部で教えてもらってるのはあんまないかもしれんね。タレも自分で考えて、タレも、全部、餃子もとか、焼肉のタレも、いろんなタレもみんなね作る。これで一日分で作るよ。でもね、魚も少なくなりました。魚少なくなりました。人もすごかったのにね、来なくなったね。減っちゃいました。もう辞めた人も多いしね。そうか。
風呂ですよ、風呂は。食べてみる。いやいや、いいっす、この後、そんなも食べんでいい。グロい、グロい。この後、干したやつがある。へえ。あれは細胞チーム。3月になったらない。ないんですよ。ないよりも、もうしない。しないの、うん、もう匂いが出る。あー。これは寒い時のもんです。寒い時のもん。穴子の骨、ね、カルシウムが、カルシウム取れてね、イワシ挟んだのがあるよ。いや、ああ、しっとり。こちらのお客さんにやらせてあげるんですか。子供のね、うん、帰る時にあげるよ。1個あげるみたいな、うん、ペロペロキャンディ。ちょっと大きい子はガム。ガム。春の苦味、キノトウ。キノトウ。これは何になって天ぷら。天ぷら。これ美味しいですよね。アジの唐揚げ。南蛮漬け。いいところ。いいとこだけね。はい。よろしくね。昆布と酢と。そう、酒と。酒と。粒貝、粒貝、粒貝、それぞれ違うと思います。700円ぐらいもらえる。あ、うん、測ってすごい。だからチャーシュー、一遍ちょっと湯通し。
アナゴさんだね、アナゴさん。2割掛けぐらい塗っとるわけだね。お願いします。いつもお願いします。お願いします。だね、命だからちゃんと。1日何個も餃子包んでるんですね。1000個ぐらい。すごいですね。まあ毎日そうばっかり行かるんですけどね、まあでも700は行きますね、毎日。やっぱ餃子はお母さんが巻かないと、包まないとね。そう、みんな負けるんですけど、みんな負ける、まあ、私が巻くのは、まあ今専門です、ね、専門で。でも何年も私一人が巻いてますよ。豚足みたいな感じ。ああ、食感はもう本当そんな感じ。バンガー鍋してるんですごいね。すごい。私の美人ジャケ取ってくる。どうしよう。どうする。
これハーフです。ハーフです。ハーフ。これでハーフです。はい。すごい大ベテランってことじゃないんですけど。これ焼きそば。焼きそば。パルの人間として一人前ですか。そう一人前。はい。タルさん、胡椒取ってたら全然ないよ。ないかな。一人前。すごいよ。ゆで餃子は3人前。ゆで餃子。はい、2回お願いしますね。三人前。三人前です。うん。一回も取らせてもらおう。今日から。これ一人前です。はい。おしゃれ。餃子がね、美味しい。ナイスです。ありがとうございます。あの油がしつこくないんで茹でてあるんで。こんなにこの種類盛り合わせるのです珍しいです。珍しいですよね。なかなかないと思う。まあただやっぱ家でやったら臭みが出るんで、ここでここでしか食べれない。めちゃくちゃ出ます
マックお願いします。このナマコも朝さばくところから見てきたんで、こうやって感じのそっから。おえって感じですよね。はい、手間お願いします。結構ドロー吹っ飛んで、あちゃんと処理すると。一番前だみたいな。あ、すいません。こんな。予想外です。卵を入れるのがポイント。でかいタレ入れとっけ。あ、すいません、ありがとう。ちょっと番組上、ちょっと分かれちゃったんですよ。すいません。ごめんなさい。大丈夫です。大丈夫ですか。私はいいんですけどね。あの子の休憩なしでやらせてるからね。ね、私はどうでもいいんですよ。私も休んでほしいですけど、あの頃がかわいそう。かわいそう。お客さんもお母さんのこと心配してましたよ。お母さん元気みたいな。やるんですよ。みんな聞いてました。お母さん、その忙しい方が生き生きしてますよ。なんか動きが生き生きしてる。見た。見てた。見てしまった。見てしまった。朝より全然生き生きしてる。プロですそれ。プロだからね。痛いとか言っとられない。だから60年休まずにやってる。すごい。なんぼ痛くても熱が出てもやっとる。お客さんのために。お客さんのために。それはもう休まずにやってる。あ、ね、あのやっぱり
休んだり開けたり閉めたりしたらやっぱりお客さんね来ない。絶対一日も休んでない、無駄な休みは。まあ私もあのこの餃子がね、頑張りましたよ。一人でね、頑張った。あれ、はい、閉めてる。